イグランドでジョンです。今回ナビブース、フーチンというわけですね。フーチンナンバーワンというクランもね、元 JX タイガーで結構強いクランなんですが、シンプルなフーチンというクランどんな感じになってるんですかね。早速やっていきましょう。先行はナビの方から森尾さん、リターン型のエレクトロタイタン編成、透過弊社セットで見習いウォーデンついてるんですね。まあ、見習いウォーデンは結構本体につけてくることの方が多いので、基本は本体につけそうですが、スーパーボーラーではなくタイタンを使ってきたところで結構使い分けがあるのかな。ベビードラサイドカットも入れつつ、ハイチクロスとかまで行くのかな。マルチまで行く、キングマルチまで行くのか。こことあ、うん、キングの処理までついでにやっちゃおう。マルチ IT までなんか折れそうじゃない、やっちゃおうって感じだね。火力も上がってきたので回収、ここで回収。こうなると、うん、6時のところからつけていって、逆サイドなんかウォールブレーカー使ってウィズトを拾ってから外周部進めるようにできてますね。さあ、アイゴレ、アイゴレ見習いウォーデンもつけていってからのキング展開ですね。投石のターゲットがしっかり内側取れたの見て、まあ取れるでしょってタイミングで出してからキングを外周部出すのうまいですね。東海弊社もしっかり外周分、これビズ島まで切れてるっていうところでね、しっかりユニットが内側の方に進む形ができてますね。クイーンとか援軍アイゴレか、せっかくねエレクトロタイタン使ったのでアイゴレ以外の援軍が出てきてほしいところでしたね。だ、外周部にもエレクトロタイタンがいまして、これがキングのためのリックスケルトンを処理してくれてます。だ、フリーズを使って内側の方へ、ジャンプもタウンホールの方には向かわないようなジャンプを打ってるので、タウンホールはキングで落としてもらいたいというところですね。さあ、ここでイートーム。ん？イートームはすでに使っていた。トームの妙に見えたのは、見習いウォーデンのライフオーラがついてたからだ。なんだ？トームのあれがあったと思ったら。もう一個トームがあったから。インビジブルからのレイジをかけていきつつ、奥の方をしっかり進めていくんですが、ヒーラーがここでスライド。1体しかいないんでね。このヒーラー、レイジに乗って頑張ってほしいところ。さあ、穴を開けつつ。なぜかわからんが、まだアイゴレが残ってんだよな。さあ、いいアイゴレだね。めっちゃ綺麗に大量に入った。さあ、上の方もシューターじゃないや、透過弊社か。透過弊社から出てきたイエティ、エレクトロタイタンが縮めてくれつつ、ロイヤルチャンピオン。さあ、リクスケはまあ出てきてもいいぐらいの火力にはなったかな、こうなると。うん、出てきますが。さあ、ブーメランだけ打って、タイタン本当反応してほしかったところなんですけど、反応してくれる頃にはもうあんまり関係ないというところ。さあ、クイーンも黒く残しつつ、ナイス旋回か、さすまい、素晴らしいですね。さあ、対戦相手は花火かな、安いよっての花火だと思います。アンチェラ FC ボールクラブ。さあ、いいライドラカットあの、あー、ドラゴンソル出た。これ誰だっけな、なんかこれもなんか見たことあるような、見てなこといいような、ちょっとわかんないですね。さあ、突撃感が飛んでいきつつ、ここで落としていってからの花火スタート。うん、今んとこドラゴンがすれたところ以外はかなり強めには見える。タンホールプラスマルチインフェルノとかを追っていきつつ、まあ、ちょっとドラゴンパートの方で溶けてって、残りライダーのみになってますね。まあ、真ん中入ってくれてるのは。ここからクイーンも展開していって、ライダー頑張って早くマルチを突破してくれ。さあ、9時の方に流れたドラゴンもここで終了ですね。フリーズはないのか。レイジンが逆に1枚残ってる。さあ、防衛クイーンがどんどん打っていって、これ、ヒーローパートもうちょい早く展開していれば、ドラと合流できる形ももしかしたら作れたかもしれないというところ。さあ、ストライカーはここ、クイーン、使ってきましたね。まあ、キングに残したいシーンではあったんですけども、キングがクイーンに対してねだいぶ打たれそうだったので、まあ、フィストも使っちゃわないぐらい、使っちゃうかもしれないぐらいのね火力だったんでね。さあ、ここはリクスケによってクローク吐かせて、能力使わせるの大事ですよ、ドラゴン編成においては。さあ、アイゴレもやってくる。リクスケしつこいっすね。タイタン欲しいな、今更だけど。レイジロイちゃんの方インビジブル書きたいかな、どうだろう。ここは書けない、書けないか。うん、それは書けてほしかったかん。
どうでしょうこれ。だいぶ HP 持ってかれたんで、2ヒーロー終了。どうだったかな、この判断。あんまりよくは映ってないですが。クロークがないんでね、投石のところまでは絶対伸びないんですけど、フェニックスがターゲット取ってくれて、ディギーが止めてくれて、めっちゃいい感じに動いてくれればワンチャン。ディギーは耐えてほしいんだけど。うん、ナイス。ユニコーン死ぬのはちょっと話が違う。かわせるかな？かわしてはいる。かわしては見た。いやー、そんなに伸びんなら、ディギーは結構 HP あったんですね。これはディギーが投石を固めつつ潜り込んで、射程内に入っている？入っているが時間が間に合わない。いやー、99%。もう本当に何かをちょっとうまいことすれば、前回まで繋がってそうですね。さあ、ガククイヒーラバル、ウッドランチャー型、このまま、3ホールまでウッドランチャー繋ぐ形になるのか、それともキングウッドランチャーでやっていくのか。クイーンのルートはこれウォールブレイカー使わないで誘導できるんで、ウッドランチャーいらないっすね。ってなると、まあ、このマルチ IT にランチャー刺すのか、イーグル砲の方に刺してくるのか、二択になってるような感じもあります。場所ではレイジからのスタート。フリーズを優先する形ですね、今の使い方だと。どっちにしろこの辺はもうさっさと火力も上げて、どんどん進めという感じですかね。ホミングチェックのバルもね、綺麗に。ビーンと。さあ、ここから陸王殿型イエティ。確かにこれはもう、14の頃だと。めちゃめちゃこれは陸王殿型のクイラバ。ぶっ刺さるやつなので。この辺ね、赤バク結構あったり、固められててね。いいトームですね。ウッドランチャーに対してのトームをかけていくような形で。まあ、これもね、このトーム打つの前提でプラン組んでるので、しっかりね、ウォーデンがこのウッドランチャーに対してかかる位置に出せてるんですよね。こういうのマジで大事なんで。やっぱりそういったね、ウォーデンの出し位置っていうのも気をつけて考えていきましょう。クイーンの HP だいぶ持ってかれましたが、さあ、インビジブル。ギリギリ。クイーンはタンホール打ってるようになりました。ヒーラーカバックヒットとかもね。昔このタイプの配置、このやり方で、赤菜さんだったかな、攻めた時に、固められてた経験があります。まあ、それを読んで、僕は、赤バク解除用のバレン差し込んで、全部解除できたみたいなね、思い出もあるんですけど。さあ、ラバストライカーからのフリーズ。ここはウォーデン使ってしまってるんでね、フリーズを使ってのストライカー処理を狙っていきます。クイニンはここクロークは入っているので、フリーズをうまいこと、キングとかも固めたいかな。いいフリーズですね。残ったところバルーンを裏から囲い込んでいって、ラストフリーズももう一回かけつつって感じだったんですけど、ちょっと逃げちゃいましたね。さあ、まあ、バルーンの量がね、だいぶ足りてるので、どっちにしろ全開というところで、ユニット回収出して終了ですね。ヘイストも乗せつつ、いい全開でした。まあ、これは本当にもう、綺麗に刺さるポイントがね、たくさんあったので、本当に綺麗に刺してきましたね。さあ、シアングレインいましたね。世界王者、ジェイク・スタイガーの時の、確かオール全開で MVP 取ってた人ですね。まあ、1軍のナンバーワンではなく、多分2軍って扱いだと思うんですけど、こっちに入ってるんですね。さあ、タウンスニゴブからの、ウィヒーを展開していく。なんかすごいテスラとリクスケルトンといろんなものがいろんなところで大暴れ中です。オールブレイカーはちょっと拡張はできず、ランチャーセットですね。わー、ケルトンの呪文を置いたんですけど、キングウッドランチャー真ん中、これもそうですよね。ワンチャン陸王でもありだなと思ったところ。飛んできました、やはり。さあ、見習いじゃないや、普通のウォーデンのターゲットは、どっか入ってましたね。さあ、ここで早めですが、もうトーム打っていきました。さあ、ウッドランチャー結構真ん中目に寄せてきましたね。クロスボウどっちか寄せても面白いかなと思ったんですけど、ダンホールは一応もう、ニゴムで落としてるので、そんなに意識することなく。
反対サイドから攻めることができて、クイヒの方もね、そんなに延命しなきゃいけないみたいな感じではないですね。残ったところをドラゴンライダーで削っていくっていうところで、結構 JX タイガーっぽいですね。これは風鎮っぽいというよりは、JX タイガーの時に結構やってたなみたいなイメージですね。さあ、レイジ、フリーズまでかけてロイヤルチャンピオンでモノリスまで降りに行きましたが、ポイズンターが飛んできてしまった。なんとか突破できましたが、マルチ IT は残っていきました。さあ、ドラゴンライダーどこまで伸びるか。もう一体手元には残ってるんですけど、9時の対空砲があるので、突破はかなり渋い。アーチャータワーを降りたいね、そこは絶対に。降りたい、降りたい。投石も追ってくれそう。そうなると、対空砲がガチでしんどい。ウィズ島まで突破してほしくなるな、今度は。ここまで突破してほしくなってきた。マルチ IT はギリ当たってない。今クロークありだな。クロークありだな、それ。打ちたくね、もう。打っていいと思うけどさ、クローク打って、マルチ IT 突破して、もう頑張って、あとは、ドラゴンライダー手元に残ってるんですけど、刺すしかないんですよね。フリーズを使って、空に反応しないところを作っていきます。富士の回収はガーゴイルです。さあ、内側の対空砲攻めて拾いたいんですけど、第一クロスから打っていく。まあ、クイーンが先に延命できそうだったんだけど、生き残れば。ちょっとずつ届かない。惜しいなというか、今のクイーンがカンストじゃなかったっすね。レベル87とかだったので。まあ、90とかだとね、若干壁殴るのも早くなって、進行も早くなって、最後も HP 若干高くなってた可能性があるので、まあ、ちょっとだけね、いい感じには進んだかもしれないですけど、それでもちょっとどうなるかわからなかったですね。さあ、カズマくん、クイラバで、スーパーバーバリアンが入っているという形で、まあ、カズマくんっぽい編成になってますね。なんか、この人は名前見たことある気がするんですけど。突撃艦、これはクイヒー入れて、突撃艦刺して、こっちに入れていくとか、どっちだろう。あ、でも、あ、そのままスパイを流れる可能性もあるか。読み切れないな。この辺ね。まあ、キングを使って調整していくって感じですかね。ああ、上がなんかカット入れてんな。じゃあ、そのままチェック。てか、そもそも誘導できそうですね。手前のアルチの方に。キングはロイヤルチャンピオンを潰していきつつ、投石機の方へ走って入っていきます。バーバリアンはいいですね。リクスケ潰してくれて。あ、ドリルに切り替わりましたね。ドリルロイちゃん反対のマルチを目指す感じかな、そうなると。でも、ああ、普通にドリル刺してきた。ってなると、やっぱ、このマルチ IT を入れてきたいって感じではなく、ここで。ああ、これドリルで穴開けとか狙ってたんかな、そもそも。この、クイヒーへの穴開けを見たかったのか。あ、でも、やっぱ、この戻したかったんだよね。最初に言ってたやり方でやってたっぽい。プランニング的には。外周部の施設を削っていくことで、もう一度クイーンを反対のマルチ IT の方に誘導していくっていう流れですね。大砲まで切ったらこれを内側に帰ってくれそう。ナイス。タウンホールの方もね、レイジタワーがもうすでに、イエティで発動してる感じかな。これは美味しい。ちょっと時間を貯めてからのラバルパートスタートで、このレイジターのね、攻撃を、ある程度、無視するような感じ。クイーンをクローク打ちたい。ん、クイーンクローク、ちょっと見えてなかったみたいですね。もう初手レイジトームで一気に突破していきます。で、キングとストライカーを当てていくことで、キングにストライカー当てていくことで、まあ、ターンホールはトーム突破。で、このターンポイズンを受けないバルーンとロイヤルチャンピオン外周部にね、一緒にトームに合わせて歩かせての前ですね。あとは呪文がたくさんあるので、どうにか、カバーしてほしいというところ。9時は裏から施設回収をさせていくことで、呪文まだ4枠残ってんだよな。もはやオーバーキルという、なぜか。いやー、ナイスだな。さあ、結局呪文は大量に残ってます、一回。いやねー、これはうまいですね。クイヒルートもうまかったし。フリング的なところではね、クイーンのクロークのミス以外はなかったところだったなと思います。
った余裕の全開か、さす。まい。さあ、クイヒーホグ。今攻められてた人ですね。ウォーデンにフロスティをつけるという、なんかあんま強くなさそう。さてすらにヒーラーが焼かれていく。これは痛いぞ。さあ1体目保てるか。なんとかギリギリですが HP 保っていって、ストライカー、うん、いいですよ。あのテスラを利用なバルーンがやってまいりましたが、結局それは入るのか、どうなんでしょう。それ入るんですかね。んこの後インビジブルを使って戻していく。なるほど。タスマックゲーミングとの試合でも、ね、この辺ちょっとタンクイヒやろうとしてミスってるみたいな感じがありましたね。さあこれリクスケ処理が終わっちゃうと、うん、まあ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 、それならまあいいかな。おお、ウォールブレイカー追加登場。フリーズかけたいけど、今かけるとラバハウンドの方がね先に飛んでくる。あー、トルネ最悪。それインブーもない。地獄のトルネード。あー、終わりだって感じですね。このトルネはジジだな。さあリックスケもシューターに刺さってます。もう一発撃ちますが、もう今すぐやめたいね攻撃。もう一回だけ撃ってくれ。うん、おスーパーホグ来た。下からホグパートスタート。なんかねフロスティーボーデンつけるのね、なんか一見なんか理にかなってそうなんですけど、圧倒的にねポイズンリザードの方が強いです。ホグ追加していきつつ、ウォーデンのトム合わせたいんですけど、ウォーデンが足遅すぎ。全然前の方のホグにはね、ついてくれませんでしたね。こういうところ、ラバハウンドの処理、本当はね、クイーンでやってきたかったところなんですけど、ロイヤルチャンピオンのみがターンオンとする。しかもこれは見習いウォーデンじゃねえや、なんで見習いウォーデンって言い落としちゃったんだろう。オノリスが、このすごいダメージをロイヤルチャンピオンへ。通常ホグを採用というところで、ここもユニットは溶けていきます。全部なんかクイヒーホグって全部ほとんどの場合スーパーホグでいいと思っちゃうんだけどな。ストライカーも虚しく走り抜けてフィニッシュ。破壊率の方は71とかなりいい声ですね。さあ星さん、51天才のラバル、マルチかな、フットランチャー。まあ、じゃあ片方のマルチ打って片方方からヒーロースーサイド進めていく感じですね。縮めつつかな、クイーンは。あー、ポートは限らんか。どうせ危機誘導してる可能性もあるね。こっちの方が強そうなので、マルチ寄って、キングをしぼめていって、あ、そっち寄るんだったら逆サイドにキングしぼめて、うん、ベビドラカットから、クイーンをそしたら投石の方に流してっていう感じですね、キングランチャー。で、イエティでイーグルまで見たい感じで、その後、うん、キング展開からのクイーンサイドカット、いい流れっぽいですねこれは。ウッドランチャー追加登場。ボールブレーカーはキングのために使うんじゃないのかな。なんかつけてきました。さあ使っていって穴開きが間に合っていきましたと。アイゴレストライカーとかワンチャンロイちゃん当ててあげてもよかったし、ここからジャイストライカーを追加で出すことで、まあ、結局変わらないですね。援軍ネクロは美味しすぎるな。ポイズン1枚で、しかもかなりお得に処理ができて、ソラスケルトンもなんか勝手にポイズンに突っ込んでいく。めっちゃ美味しいこれ。イーグル砲も突破しつつ、これは美味しい。イエティもまだ残ってますね。さあここでフリーズかけつつレイジ置いて一気のトームかな。ワンチャン対地クロスの方ありだったね。さあこれはトームかけたところトルネードも出ますが、モノリスまで降り切ってこのバルーンは捨てかな。さあ裏からシングルインフェルノを刺すようなバルーンも追加で刺しつつ、
終点にねロイヤルチャンピオンがまだここ残ってるので、ビッグスケルトン置いてからのロイヤルチャンピオン展開、バルーンフリーズヘイストちょっとずつ残ってるので、まあ、6時に刺すのかここでサポートで必要なのかをちょっと判断迷ってる感じかな。ヘイストはこっちに咲いたってなると、このバルーン3体は呪文なしのバルーンになるのでロイチャのサポートに使えますね。が、うん、さあロイヤルチャンピオンは能力がまだ残っているというところ、ここでブーメランかましていって第一クロスむき出しにしていく。さあナイス全開。選択肢としてはね、6時からヘイストバルーンを刺すとか、今のテスラのところにバルーンを刺すとか、まあ、タクとしてはほぼその2択か、もしくはなんかどっか別でもいいけどって感じですけど、ナイス全開ですね。さあ、ガクに対してやった、ガクじゃない、ガクに対しての攻め、スーパーチャー編成。エレクトロタイタンからのスーパーチャーまあ結構ね、序盤はこういうタイタン3体型のタイタンもちょっと数多めの編成を使ってましたね。結構流行ってた編成としては。なんだけど、その後は結構タイタンの数は1体だけにしてスーパーチャーの数を増やすみたいなね。ヒーラーがタイタンついちゃうと、スーパーチャーに対してヒーラーが入らないので、まあマルチ IT とかに弱くなるみたいな感じなんですよ。そこどっちを優先するかみたいなところなんですけど、ちょっとイエティの方は、まあそっちは気づいてなかったのかな。アーチャーターまで気づいた。奥ではなく手前だったのかな。スケルトンの呪文を置いてからのキングビズ。うん。スーパーアーチャー入っていきます。さあ、アイゴレのフリーズがかなり綺麗に入りましたね。さあ、スーパーアーチャー手前のマルチ IT を速攻で処理しつつ、ホームまで打ちましたね。ジャンプまだ打ってないよね、これ。打たないんですか？これ、お、真ん中打っていく。劇的に強気ですね。これ。ほーん。さ、キングが。さすがにこのジャンプはヤンキーすぎるかな。流れてきて動き見てジャンプとかでもね、通り過ぎて、内側入ったらそこにジャンプとかならまだわかるんだけど。外周流れたらここでジャンプ欲しいっすね。ジャンプここ欲しかった。ロイちゃん中心に切り替えました。ポイズンターのターゲットは別で取りたいんですけど、あー、タイタン頑張れ。タイタン取ってくれ。ナイスすぎる、それは。フリーズもインビジュールも1枚ずつ残ってるので、フリーズが最悪。なんでこと。レイジロイちゃんでよかった。ぽいけど。ただ、これでもまだ、望みがあるのか。すごいな。いいプランだ。いいプランというのは、スーパーチャーのルートがすごいいいプランだったのかな。降り切れないか。惜しい。これはさすがにどうだ？ジャイウィズ、いって。うん。サンジもゴブリンカット。金が残ってるけど、これはフェニックスじゃないんだよな。フロスティ型。クロスも直されていって、いやー、これ、呪文の選択ミスってなければ、惜しい。なんか自滅でミスっちゃうことが多くてあれですよね。マイクランと強い、なんかね、途中で止まっちゃうクランとの差が結構こういうところに出ますよね。さあ、リターン型の食い火のスーパーホグですね。まあ、クランリーグとかだとね、オガヨッチさんが使ってたりしてましたが、さあここはどういった目的のウィヒーとどういった目的のキング展開なのかな。タウン前を一掃しようというのがキングの役割なのかな、これは。シューターを6時にセットしつつ、まあ、投石クイーンぐらいまでは行くのかな、ウィヒーで。テスラだいぶ捕まって、キングの方もちょっと、想定しちゃってたよりは、対策も激しいですね。リックスケだらけ。キングはここで死んでいって、フェニックスになりますが、ああ、よかった。クイーンの方は、フリーズが入って、投石まで行きたそうですね、これは。うん。ヒーラー死んで、OK。うん。ユニコーン死んだので、ヒーラー追加。
フリーズ、インビジブルないのか。リーダーも死んでいく。これ、さすがに、ふいん。やば。9時展開 ?9 時から。これでタンクイヒンしていく感じね。ホグライダーでこれターゲット取って、スケルトンの呪文を置いていく。すごい使い方。でもこれイーグルがないから、イーグル、クロック押さないとやばい、それは。大丈夫かな?エイジ乗って、キラが。うお、あ、超綱渡りしてる。超絶綱渡り。さあ、ストライカー、クイーン、んこれあれよね、だって。ポイズンタワーとかと同じように、ストライカーがね、ヒーラー打つと、ストライカーの効果によってヒーラーも回復弱くなっちゃうよね。ノロノロビームがついちゃうもんね。さあ、もうタウンからのスーパーホグイではなく、ちょっとずらしてから。タウンからのスーパーホグだとさすがに、潰れまくっちゃうから厳しいと判断したかな。フリーズかけてからレイジトームかけたいんですけど、オーデンの立ち位置があんまり良くないので、ああ、いいっすね、これは。打ちたい。ああ、いい、いいトーム。なんとかここはカバーですが、その大工強すぎ。ポジショニングが強すぎる。発想としてはね、面白かったっすね。俺もちょっとやってみたいなって思うような。なんか似たようなこと考えそうな。一と攻め方だったなって気がします。 70% ちょっとですが、まあ防衛も結構取れてるので問題なさそうですかね、勝敗には。ただ本人的にはかなり悔しそうですね、これは。いやー、エルトンの呪文とかクイヒーと重ねて打って、あれって呪文のミスだったのかな、どっちだったんだろう。マルチ IT 避けるような形で使いたかった。さあ、対戦相手も最終アタックはスーパーホグ編成ですね。3時からクイヒスタート。うん、この配置確か誰だ、あれだ、クラッシュチャンプスだ。クラッシュチャンプスも同じようなクイヒをやってたような気がします。ガチャンじゃなかったかな。突撃感添えていく。テスラもかなり固まってるところ、なんとか差し込むことができました。さあ、ぐるっとクイーンは戻っていく。テスラを折ることができませんでしたと。最悪ですね。一応オールブレーカー1枚あるので、金庫あたりにつくことができれば、今出したいけど、つくことができました。大砲の盾、うまい、いいです。あとはキングをイーグルにぶつけるんだったら、もうさっさとぶつけつつホグを虹から刺したい。もう初めていいレベル、もはや。うん、そう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 、もう初めていいんですよ、これ。レイジ置いてからストライク当てて、このイーグルとかもね、キングの待たなきゃいけないから、もうさっさと始めてほしかったところですね。さあ、2時からスタート、いい展開ですが、ちょっとね、遅れたところがどう響くか。フィスを早めさせるということでね、リカバリーさせていきました。さあ、インビジブル、いいですね。レイジ、インビジブルターンホールの方へ、トームもかけていきました。スーパーホグ、ちょっと前の方走ってたやつにはトームが入らない。ちょっとね、ホグ編成、ウォーデン、トーム合いづらいんだよな、ほんと。フリーズ、インビジブルと、あ、フリーズ、スケルトンで、スーパーホグを延命していくような、やり方。あとは、呪文は全部打ち切ったので、クロークでどこまでクイーンが伸びてくれるかですね。スケルトンの呪文が今、まだ効いてるので、モノリスのターゲットを取ってくれている。あー、なんとか突破してくれて、あとはマルチ IT のターゲットのみになったので、クイーンは生きてくれるかな。タロイちゃんブーメラン、モノリスのターゲットそこ入るか。よりによってロイヤルチャンピオンから。あー、ここは、富士が残りますかね。キングストライカーですけど、ストライカーに投石が入るという無慈悲なアタック。各防衛施設のエイムがいいですね。これは厳しい。クイーンがそれてからのリカバリーはうまかったんですけど、ちょっとずつ届かなかったですね。いいな。80。
うん、両方切れない。二刀運ものはというやつです。82%。あれ、どっかいる？あ、ここだ。見つけました。はい、というわけでね、終わりまして14対10と、かなり圧勝でしたね。まあ、対戦相手の方はメンバー的には劣る感じではありましたが、フーチンナンバーワンの方とはね、まあ、1人世界大会優勝したメンバーが入ってましたというところで、面白いアタックも見れたかなというところでした。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、お疲れ様でしょう。